鈴木陸動いていて中四国勢に並んできました。南関東3人を送る様子、2番久明、1番筒井優也は乗り換えて4番手に来ます。久明下げ切って6番手か、しかし内、2番の久明粘る動き、筒井がそれを嫌って3番鈴木陸を叩きました。5番吉田健一も追走し、南関東3人が中段です。そして6番手から2番久崎勝人が猛然とスパート。中四国113期の同期連携が一気にかましを見せていって、鈴木陸も合わせるが、宮本俊介まで出切った中四国勢2人の主導権取りまくり。3番鈴木陸今中段ですが、7番の大木雅也がその直後宮本俊介牽制を見せるものの、さあ鈴木陸と宮本俊介の牽制クリティカルヒットしている。7番大木雅也が切り替えて外から4番の友江直也も追い込んでくるが、先頭6番宮本俊介だ降臨。2、3着接戦で4番友江直也と2番の久崎勝人の粘り、